皆さんこんにちは生き方改革提唱者のマダムホーです。私たちは100歳まで生きて、多分80歳までバリバリと現役で働く世代となります。そのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましょう。ということで実は今日あの昨日行ったライブをちょっと削除させていただいてもう一度作り直しています。っていうのが、うん。 昨日から今日にかけていろんなことが起こってもう一度ちょっとテーマについて考え直してみたいと思ったわけですあ、ゆうさんこんにちはいつもあのありがとうございますで、今日ねちょっと皆さん私こういう白衣を着てるんですわかります白衣実はこれが私の 最初の仕事、職業だったんですね。あの病院勤務をしていまして、で、今日は。あの毎年、この時期になると、うちの大学の新入生の入学式みたいなことを行います。あのアメリカの大学っていうのは、日本と違って、卒業式が。大々的にするんですね。それはなぜかというと、入るのはたやくって、出るのが大変なので、その日本のように。 あの受験センスを打ち勝ってよく来ましたねよく来ましたねっていうその。 入学をお祝いするのではなくてよく出れたねっていう方の卒業の方がアメメリカでではメインなんですね誰でも振り落とされていきますので,でだけれども大学院レベルになると例えば薬学も医学も歯学部もロースクールもそれからうちのような大あの学部あの医療ですけれどもこういった学部は全て大学院という取り扱いになっているんですね。ですからやはり大学院 になるとあの学部と違って振り落とすことをまあもともと粒揃ろいの人たびとなので多分ほとんど、まあ、きあの限りなく100%に近い人々がそのまま修士号博士号と卒業していくわけなんですね。そのためにうちの学部も8年前からこうやってあの白衣を着せてあげる入学式をしようということになったんですよ。あのご存知のように 欧米っていうのはそのギリシャとかラテンの文化をこう継承しているんですけれどもあれヒポクラテスまあ医学の父と呼ばれたヒポクラテスさんがあのプラタナスの木の下でオディスさんを集めてやっぱり「岩神術なり」ということを教えたっていう昔のね西洋の歴史の中にあるんですけれどもでそういった中でやはりこのほとんどの 医療従事者っってていいううののはヒポクラテスの誓いとかってこうやるわけですよだからうちの学部も8年ぐらい前からそれをやろうじゃないかうちはもう大学院レベルしかないんだからっていうことで、まあ、始まったんですねでその私も、えーまあ、大学学部の顧問ボードメンバーということで、まあ、あの毎年やってた行ったんですけれどもだからまあ今日はこうやって学部の白衣着ているんですけれど。でこのののを着てのお話その 昨日のテーマのやり直しで持ち家はということなんですが持ち家にかけて私が何を話したいかというとやっぱりポートフォリオウォーカーについてお話をしたいんですねだから私この今白衣を着て病院勤務患者と接するこれが私の一番の本業なんですよでこのためにあのアメリカでいう国家資格取ってるんですねだけれどあのこの前も言ったようにやっぱり25歳で 父が病気になって介護貧乏になって病院を辞めざるを得なくなった当時はさすがのアメリカも産休しかなくって家族のための介護休暇とか育児休暇っていうのはまだなかった時代が私だったんですねしたがってあの父の介護のためにどうしても日本にいたいから給料はいらないけどポストだけあの取っといてくれないかって言ったらやっぱそれはできない。 その介護休暇っていうのがなかったがためにもう明日飛行機に乗ってあの飛んで帰ってきて明日から病院で働くかもう辞表を出してくれって言われて辞表を出してまあそれからあと二度とこういう白衣で患者さんと接することあちょっとあるのかな派遣で働いたことはありますけどその後はもうすぐあの ビジネス、普通の企業、まあ、の大企業ですけれども、一部上場企業で、多国籍企業で、アメリカでもフォーチュンファイブハンドレッドに入っている。日本の企業の。実は社長秘書になっちゃって、でそこからあとは不動産投資をした、ということがあるんですね。ですから、今日はちょっとあの懐かしくて、白衣着ています。だから、私の場合は、大学院を終えて、あの国家資格の。 免許パスしたらもう最初から先生と言われる立場の人間だったんですねだからよくあの本を書く人とか著,著者さんは。 先生と呼ばれる人多いんですね。で、今でも私のこと先生と言ってくださるライターの方とか編集者の方いるんですけど、私はやっぱり先生と呼ばれるの嫌いなんですよ。あの、元々が先生の人間なので、逆にこのマダムって言われるのはなんか？私の新しいアイデンティティみたいな感じであの好きなんですね。なんか先生と言われるとつい。なんか、やっぱり本,本業職業病が出ちゃって、皆さんが私を先生って言うと、私は皆さんを。 患者として見ちゃうんですよなんかあの心身病の病を持ってる人とかやっぱりお友達っていうかこういう感じでつながりたいのであのマダムっってて呼んんででくださいねっていねねつも言うんです、ね、それで、まあ、それがあのこのポートフォリオワーカーの生き方それと今日その持ち家を買うかどうかっていう昨日のライブをちょっとあの削除させてもらってかやり直しているその理由は。 あれを作った後でやっぱりあったんですけどアメリカの知り合いの日本人女性が今日本にいるんですねあのショートメッセージやり取りしたら「日本にいます」で「どうしたの?」って聞いたら「いやそうじゃなくて、まあ、がんは安定してるんだけど熱中症今年は猛暑で熱中症になっちゃったから今あの介護に行ってて。 2週間後あの9月の上旬に帰っっててきますっていうことだ,ったんですよだからそれがあったことそれからまあ今日こうやって私もまた久しぶりに自分の大学の,あの医学部のキャンパスでの,この入学式みたいなにあのにボードメンバーとして行ってやっぱり感じたことがいろいろとあってその昨日のをちょっと削除させてもらってやり直してるんですが皆さん皆さんが。 その持ち家を持つか持たないかっていうこともあれなんですがやっぱりね今日本は多分世界一の長寿国でその国民の私たちはほぼ ほぼほぼ間違いなく100歳まで生きてほぼ非常に高い確率で80歳まで働かなきゃいけないなぜかっていうともう多分あと10年未満でアメリカも日本も国民年金ととかなくなくると思うんですよ、まあ、そういう試算も出ているそういった時に私たちは倒れるのは自分しかなくってその家を買うか買わないかのもっと大前提としてやっぱり複数の 収入源だから私のようなポートフォリオワーカーになってほしいという願いがあって今こうやってあえて私の本来の姿白衣を着た天使じゃないですけど白衣を着た病院スタッフとして今日はちょっと皆さんにお話をしたいと思います。でねこの知り合いの日本人女性アメリカ在住日本人女性なんですけど結局のところ彼女はアメリカから日本の太平洋。 往復航空券の出費とあと彼女がその今私が今知る限り今から、えー、帰国まで2週間それ以上もうすでに日本に1週間ぐらいねだからこの3週間親の介護父親の介護に帰ってるんだけどここが違い彼女が行くと介護に日本に行くと彼女は労働収入しかないから収入が止まってるんですよ。ね、だけど 私はいつもこの夏の間何をやってたかっていうと父親をやっぱり日本の夏っていうのは高温多湿で過酷なので老人の体に対してはだから私は同じ航空券のお金を払ってやって父を呼んでやってたんですねやっぱりロサンゼルスはたまに暑い時ありますが基本的に我が家エアコンがないということで、まあ、軽井沢みたいな避暑地なんですねここっていうのは。だから 夏には航空券を送ってて父を呼んでやったそして冬はまた日本三名が今度は飛還地ということでまた航空券を送ってやってその父なり母が来た時は母が来てただから分かります同じ航空券のお金はかかるんだけど父とか母をこっちに呼んでいたら私はその間働けるんですよねだから収入は、まあ、ある程度は来るわけです。ところが その普通の日本こっちにアメリカ在住の日本人の考え方だと、まあ、そのケチてって言ったらちょっと語弊がありますけどそれをやってやらないで病気になるわけですやっぱりあの老人っていうのは体温調節が子どもと同じでできないから自分が熱中症になっていることも老人は分からなくて倒れちゃうわけですよね。でそれでその電話で聞いて初めて航空券を買うそうするとギリギリに買うと高いんですよ。 航空がでもそれでもやっぱり親が倒れて病院でとかって熱中症だから行かなきゃいけないからやっぱり子供って特に女の子ここですねやっぱり男の子より女の子を大事にしましょう結局親で倒れると女の子が来てくれるわけですよね。だからその娘が来てくれるでも 私たちちが日本に行っちゃうと私みたいに複数の収入があってまだオンラインでも稼ぐそれから不動産収入で稼ぐっていうのがなくって一本しかなかった例えばアメリカの日系企業の OL とか経理とか日本語と英語ができますとかっていうよくあるパターンの人は親の介護で日本に行っちゃうと収入が止まるんですよ。有給休暇がないい人人とかあとあの派遣とかかあ派遣でで働いてる人だったらもうそこで 介護の間全く収入がないですね。もちろん、まあ、結婚してご主人がいたらご主人の収入でこう生活費は賄っているけれどもっていうことがありますね。いうことがありますね。だからねやっぱり今日のテーマはその家を買うべきかどうかのこともあるんですがまずは人生100年時代ですからあのライフシフト。 リンダ・グラットン先生のご本を読んで何をしてほしいかというと複数の収入源をまずまずず取ってほしいんですねそれでじゃあいつ始めたらいいかこれはそのアメリカの本当に超シビアな言葉があって「いつ始めたらいいですか?」20年前でしょう。 あなたは20年前からやっとくべきだったっていう言葉があるんですよだけれどやっぱりそれも昨日やってからちょっと考えたんですがやっぱり私たちは100年時代にいるわけなのでその20年前にやっとけよ今頃遅いよっていうのは今の私たちの親の世代やっぱり6065で定年退職してあとはもう70代80代で死んじゃう人たちだったらあなたは20年前にやっとくべきだったね。 今気づいてちょっと遅いよねっていうのがあるんだけど。私たちの場合は百年時代に生きるわけですから。あと二十年、その二十年前にやっとくべきだったねの二十年が。今始めても、まだ二十年あるという。これはすごく。 希望になるんじゃないかなと思いました、まあ、そういった意味でまとめますが持ち家を持つべきかどうかっていうのはその私は皆さんの投資アドバイザーではないんですけれども今の日本だったらちょっと私だったら考えるなと思うんですねそれは同じ先進国でもアメリカの不動産アメリカでももちろんあの地域格差がありますからなんか田舎の州だったら 不動産の価値そんな上がらないんですよ。だけど安いからここはここでもあの1000万2000万で家が買えちゃうので、もうパーンと買っちゃって、であとは収入を取るってことができるんですけど、でもまあロサンゼルスとかあのシリコンバレーっていうとどん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 値上がりするんですよ。だいたいやっぱり10年で2倍にはなる。こういう同じ持ち家を買うのであれば。 価値がどん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 上がるところじゃないと買わない方がいいような気がちょっと私最近してきてだから日本の皆さんには持ち家買うべきかどうかっていうのは今は答えれないんですねだけどそれをする前に皆さん私のようにポートフォリオワーカーになってほしいんです今こうやって白衣着てますけど私はあの国家免許 ずっとアメリカの場合は更新しなきゃいけないんですね免許もだからちゃんと2年ごとに講習会とかいろんなセミナーに行ってまたあの試験パスをしてですから何かがあったら私はいつでも病院でいつでも患者を見れる体制にはなっている。だけどまあそれ以外にはあの病気と貧乏は予防できるっていうか予防に私はもう情熱を持っている予防医学それから貧乏の予防にも,うものすごく 情熱を持って熱くなって皆さんのお手伝いをしたいということでこの複数の収入源を持ちましょうね持ちましょうねっていうことをお話をしているんですねだからねやっぱり皆さん人生100年時代私たちはこの20年の猶予期間をもらえたんですよこれはあの 前の世代の人たちにはもう「あなた20年前にしとくべきだったね遅いよ」みたいなことで終わっちゃう人たちが私たちの場合今ここからやっても20年あるんですよあの健康だけ気をつけてくださいね健康さえ気をつければ20年っていう今猶予期間をもらったわけですから今日今から投資副業どんどんやってください。やっぱり私たちねポーーートフォリオワーカーになるしか アメリカも日本ももう年金とかあのもう枯渇するっていうことがもう資産として出てるわけですから頼れるのは自分しかいないなそれから不動産も日本はちょっとあの私の場合はあまり触りたくないんですがまあこうやってアメリカでもカリフォルニアの物件とかまあ東南アジアとかこれからでもどん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 上がっていくところに。 まだ不動産投資をする方がいいんじゃないかなと思うけどもでもそういう投資ができる特に不動産投資ができるっていうことはやっぱり複数の収入源を確保したポートフォリオワーカーじゃなきゃいけませんよっていうことを今日は伝えたいんです。それ